はいどうも J2 屋さんです。今回はですね J2 ニュースシャープ2ということでちょっとね月曜に更新する予定がちょっと忘れてて木曜更新になっちゃって今もう木曜の9時に夜9時に撮ってるんでね今思い出してはい撮ってるんですけどね本当にごめんなさいっていうことでねこの J2 ニュースってなんだと、そう思った方はいると思うんですけど、概要欄の方にね、シャープ1の方、載せてるので、そちらを見てもらえば一番わかりやすいと思うんですけど、J2 に関するですね、オフザピッチのところ、というかもう試合にあんまり関係ないところですね。試合の解説とかじゃなくて、試合にあんまり関係ないところを面白おかしく、取り上げていきたいなみたいなそっから考察とかねいっぱいしていきたいなみたいな感じでやらせてもらってます。はいというわけで早速いきましょう。第5位相模 SC 相模原の有利漫画に出てきそう感がすごいということで、はい、この写真見てくださいよね。このゴールの写真に関してはねこの相模原のゴールっていうねなんか吹き出しの感じも相まってね完璧に有利が漫画のねキャラに見えるっていうねすごいですよね。この有利体つきがねどこのプロレスラーだっていうねそれでロングスローを投げてますからね絶対有利は中にいる方じゃないって思っちゃったんですけどねそれでファールスローになってましたけどね。はいじゃんじゃん行きましょう。第4位水戸ホーリーホック楽器ショックにより多数の選手&コーチが被害ということで、はい、水戸ホーリーホックでねなんかすごいねガッキーと星野源が結婚しちゃったことによってね被害受けてるみたいでプレーに影響が出ないといいですがってねこれはいいんですよ。もうこれは3位のねこれは次への振りなんで、こういう感じでね水戸ホーリーホックの選手これなんて読むんだろうちょっとなんて読むか分かんないから全員の名前呼ばない。はい。ということで第3位栃木の田坂監督楽器ショックに微動だにせずということでね下の新聞かな栃木 SC の番記者の方がツイッターでツイートしてて念のため田坂監督にもビッグカップル誕生の話を振ってみました。すると世代が違う松田聖子とか中森明菜だからむしろお笑いに興味がありセレッソ大阪でプレーした当時は芸人とも仲良しになったそう。高校時代はナイナイの岡村やペナルティのワッキーと対戦しているそうですっていうことでねもう俺の世代はね松田聖子とか中森明菜だからもうガッキーなんて知ったこっちゃねえみたいなねもう眼中にねみたいな感じですけど田坂監督調べてみたら49歳なんですよね。で今ガッキーが32歳で別にそんなに離れてないっていうね一回りとか離れてるんだったらわかるけどガッキーが20歳の頃に田坂監督37なんで全然知ってるんじゃないっていうねでガッキー知らないわけがないですからねこれでねこの記者の方がどういう聞き方したのかわかんないですけどビッグカンプル誕生の話を振っただけでなんかね世代が違うってなんか別にショックじゃねえよみたいなねはいはいそう来るんでしょ別にショックじゃないですよっていうのをなんかビッグカップル誕生の話どうですかって言われただけで言っちゃうっていうねもしかしたら考えすぎて聞かれてないもっと深いとこ言っちゃったみたいな感じだったとしたらちょっと田中監督お茶目だなと思って、見た目とも相まってねすごく可愛いなと思いました。はい続いて第2位長崎の徳良選手ダンス教えてもらえずということで、はい、この写真の通りね外国人3選手がゴール後ですかねダンス踊ってるんですけどその中でね徳良選手がちょっとあれ俺教えてもらってないよみたいなね感じで入ってるみたいな感じで会話せざるもうちょっと気にしてあげてっていうね隣にいて絶対視界にも入ってるし会話せざるのプレー見てても視野広いんで絶対ここ見えてるはずなんですけどね、目もくれずにね自分めっちゃ楽しんでてで、なんですけど徳良選手もね多分本当にやりたかったら事前に聞いてると思うんですよねこの誰かにだからここでわざと入っていくことによってお笑いに昇華してるっていうここで笑いが生まれるじゃないですかそういうとこが自分を脇役にして笑いを取るみたいなところが千葉戦の1点目にも出てるんですよ。徳良選手がクロス上がってくるときにちょっとエジガルジュニオの
方に近寄ってエジガルジュニオについてるマーカーを自分のところに誘導したことによってエジガルジュニオがね、あのドフリーでヘディングできるみたいな感じで、まあ、そういう感じだったんで、年を重ねて能力を衰えたかもしれないけど、その分頭使ってカバーするみたいな、徳良選手の全てが、徳良選手っていうね男の全てがこの1枚に詰まってるなと思って、ここで第2位にさせていただきました。はい、じゃあお待ちかね、最後の第1位ですね。さあ第1位、ジェフユナイテッド千葉のサウダーニャ、長崎戦で突如稲妻イレブンみたいな玉乗りを始めるでしたねまあこれは1位にしないことにはないでしょうと。うん、これ面白すぎますよね。ちょっと前代未聞じゃないですかね。こんなにサポートもないし、別にね、そんなにまだ1点しかリードしてなくて、前半の30分で、そんな勝ちも確定されてないし、まあ結果的に引き分けでしたしね、2対2で。それでね、全然フェイントになってないし、むしろ距離詰められた時に何も対応できなそうなんだけど、ちょっと名前が可愛いから許せるっていうね、サウダーニャっていうね、ちょっと手品やってそうですよね。だからもしかしたらこの玉乗りもね、そういうとこ意識してね、手品みたいな感じでやろうと思ったのかなっていうね、玉乗りしてね、ゴールまで行こうかなみたいな、そんな感じだったのかなって思いましたね。だから多分山上兄弟はライバル視してるんじゃないでしょうかね。さあ、というような感じでいかがだったでしょうか、今週の J2 ニュースです。ちょっと遅れちゃったんでね、だいぶ急ぎ足で行きましたけどね、毎週月曜日に更新しようと思ってますので、まあ来週はですね、ちょっと来週はちょっと間隔がね狭まってしまうんですけど、まあここで月曜に固定をするということで、はい、もしね、こういう出来事もありましたよみたいなことがあったら、まあ面白ければね、来週のやつに採用しようと思ってるんで、ぜひなんか J2 であった面白い出来事をね、コメントとかで教えてもらったら嬉しいです。栃木の森選手が松本山雅の大野選手のね金玉蹴っちゃったみたいな、ああいうちょっと生々しいやつはやめてください。ということで J2 ニュースでした。